皆さんこんにちは、八田エミリーと申します。今日はラストオブアースの2をやろうと思います。なんかラストオブアースの1はね、やったことなくて2からいきなりやってみようと思います。多分1知らなくてもできるってね、多分そうだと思うのでやろうと思います。プレスエニーボタン、エニーボタン、ストーリー、ニューゲーム、ああ、強さね、難易度、なんかめっちゃあるね、難易度。なんかラストオブアースはゾンビが出てくるゲームってことしか分かんなくて、多分めちゃくちゃなんか難しいみたいな噂も聞いたので、今回ちょっとサクサク進められるようにイージーでいこうかな、優しい難易度それでいこうと思います。なんだこれ、とりあえずこれでいっか。で、いつでも帰れるんだ。了解でーす。船なんだけど、え、ゾンビ出るの？本当にゾンビ出るの？バイオハザードとどう違うんだろう。楽しみ。なんか蝶々出てきた。ソニー。なんかラストオブアス、そんな話の内容わかんないんですけど、娘と男性、あ、来た、なんだろうこれ、蜂、おお、吹いてる、これギターだね。なんでだろうな、ジョエル、めっちゃ綺麗。フライヤーフライにエリーを届けるだけのはずが。あ、そうだ、字幕黄色にしてみました。わかりやすいように。国半分を一緒に横断したんだ。うん、めっちゃ綺麗。エリーは自分の免疫に意味を求めてた。これ娘？俺も治療薬の話に乗せられたのか、あの子のためと思ったのか。治療薬の話に乗せられたの？いずれにせよ、わあ、俺たちはファイアフライを見つけた。ファイアフライ。ワクチンはエリーの免疫で作れるって話だった。ああ、エリーによって試されてたのかな。お試しで。あの子の命と引き換えにな。はっ。ってことだ。何をしている。死んじゃった。諦めろ。我らの未来のための犠牲だ。めっちゃ悔しくない？これ。これ友達？トミー。で、どうしたんだ？うん。二人ともめっちゃかっこいいね。めっちゃ綺麗。救ったよ。お、救ったんだ。めっちゃ死んでる。何このマーク、怖い。バイオハザード的な。さあ来るな、大丈夫、大丈夫、大丈夫。出口を塞げ、やつを逃がすな。あ、ここがファイアフライって会社なんだ。え、マジかよ。そりゃ、うん、大事だ。この間がすごい映画っぽいね。エリーにはなんて、あいつらも検査を受けたが、うん、お、起きてる。免疫は役に立たないと言った。ダメだったんだ。あの子は信じたのか。めっちゃリアルだね。
こんな綺麗なんだ、ラストオブアス。戻らなきゃな。どこに戻るの？あの銃ってゾンビ撃つ銃？すごい雰囲気のある家。うおうわ、めっちゃ綺麗。たくさん死んでる人が。うわ、馬、馬だ。そっか、馬で移動か。うおお、動ける。すごい、めっちゃ映画みたい、この感じ。うわー、めちゃくちゃ死んでる。ここ操作できるのすごくない？めっちゃ景色綺麗。すごっ。なんかバイオハザードだったらさ、映像自体も暗いけど、ラストオブアスって映像は明るいね。外めっちゃいいじゃん。これからどこ行くんだろう。結構緑豊かだね、ここ。わあ、天気いい。秋かな、多分秋晴れ今日。すごい、景色めちゃくちゃいい。長押しで描ける。おお、すすきがいい感じの雰囲気出してます。わあ、街があるよ。すごい、廃車もある。人死んでなかったら最高じゃん、ここ。車いっぱい。もうみんな馬でさ、移動が主流になってんのかな。なんかいた、今、ウサギ。じゃん。楽しいね、これ。映像だけでも楽しい。うわ、水だ。すごい、ここ普通に渡るんだ。あ、来た。あ、鹿がいる。すごい。うちら以外にも結構人いんのかな。わー、結構山奥だ。わー、すごい急斜面。わー、来た来た来た。なんかすごいとこに来た。うわー、山がいっぱい。めっちゃ綺麗。ゲートイースト2。うおー、開けてくれた。何？めっちゃウォーキングデッドなんだけど。めっちゃ似てない？わー、すごい、馬の追求してる。お、終わった、散歩。おいで、俺がやっとくよ。お願い。いいのか。トミ、ありがとう。そうか。面白いね。さっき話したことだけどな。うん。きっと俺も同じことをした。励ましてくれてる。誰にも話すつもりはない。かっこいい。ダンディまた後でな。めちゃくちゃ間が映画やな。音楽も絶妙。何このカメラワーク、すごい。遊ぶとこある、タイヤでブランコ。めっちゃ映画なんだけど、楽しみ。これから、お、夜なってる。誰だ？お、絵描いてるね、なんか。包帯も巻いてるよ。あ、さっきの女の子？エリー？
音楽聴いてるやつラジカセなんだ。入るぞ。電池いらないからか。エリーの家。おー、おしゃれ、なんか。まあ、聞こえてない感じだ。ちょっと、びっくりさせないでよ。うん。びっくりしたんだけどな。元気？うん。すごい気まずい感じ。顔を見に。みんな、お前のこと気に入ってるし、それにすごく助かってるって言ってたぞ。そっか。うん。この前トミーと遠出したんだが、うん、あいつがジョークを言うからお前を思い出した。確かジョーク、なんだったっけな。あ、時計のジョークで、ほら。ジョエル、あのさ、もう遅いし、それに明日早いから。ああ、だよな、邪魔して悪かった。なんか迷惑がってる。見せたいものがあって、すぐに持ってくる。なんだろう、ギターか。何それ。表情リアル。こいつはギターっていう楽器だ。知ってる。弾こうか。いいよ。お、うまいのかな。ジュエル、カポ付きだ。笑うなよ。笑わない、絶対。約束だぞ。ねえ、これ L でコードを選ぶ。あ、弾くんだ。おお、すごい。自分で弾ける。めっちゃ楽しいじゃん、これ。すごくない？お、しかもめっちゃうまい。I can see our future days, days of you and me. すごい。感動した。歌詞めちゃくちゃいいね。オリジナルソング。どうだ？めっちゃうまかった。まあ。悪くないね。それで我慢しとくか。ギタープレゼントやるよ。え、ちょっと待った、触ったことも。教えてやるって約束したろ。した。明日の夜からでどうだ。お、明日からレッスン始まる。決まり。
よし。もう二人の関係の距離感がすごい絶妙だね。めちゃくちゃリアルだね。ジョーク思い出した。時計を食べたら遅刻した。なぜだ？え？なんで？時間を食ったから。何それダッサ。ダッサーだって。だな。おやすみ。それぞれ違うんだ、部屋。家か。おお。うわ、ザ・ラスト・オブ・アース・パート2。めちゃくちゃいい雰囲気だったけど、ゾンビ出んの？本当に。朝だ。4年後？ 4 年後。誰だ？女子。お、ごめん。あ、寝過ごしちゃった。友達？すぐ着替えてくる。昨夜は盛り上がったって？ジェシー。あ、キスのこと？ディーナのことだから何の意味もないって。俺が言ってんのはセスとの喧嘩のことだよ。セスとの喧嘩？ディーナとキス。ああ。てっきり別れたばっかの俺の元カノと。え、だからやきもち焼かせたかったんでしょ。私は別に。何これ、きます。元カノとキス。気にしてない、着替えてこい。あんた最低。あった、キスする方が最低。わあ、遅刻だぞ。はい、すごいすごい、これか、着替えるの。なんかリアルすぎて楽しい。あ、銃。なんだこれ。本持ってこう、ノート。え、こういう雰囲気の家好きなんだけど。おお、こんな感じ。私だ。完璧。おお、おお、エプロンこんな感じでかけてんの？おしゃれ。なんか、インテリアの参考になりそうだね。めっちゃいい。ギターもここにある。なんか、タブレットみたい。あ、箱か。PS4。これあるよね。すご。なんだこれ。ねえ、ジョエルは？おお、かっこいい。ついてないね。感染者。うるさい。起きるとこだったし。ほんと。忘れ物は？ないよ。お、うわ、出発だ。うわ。冬だよ、真冬。お前の噂で持ちきりだ。なんで？お前がディーナにキスしたから。向こうがしたの。それ見たセスがお前に栽培してる。ひどいこと言って。そう。でジョエルが殴って。小づいただけ。それでなんでお前がジョエルに切れるんだ。人いっぱいいるね、結構。ゆうべはどうかしてたの。もう栽培がすごい量だ。マリアが話したいって。どこにいるの？食堂。セストのこと？女性も家族も多いね。いなかったことにしといて。小走りが本当に小走りだね。この裏切り者。あ。わあ。ねえ、私たち。何ここ？俺たちか。心配すんな。リーナに未練はない。
なんかかわいい。誤解してほしくなくて。エリー、平気だ。気にすんな。はい。ありがとう。すごい、クリスマス前かな。めちゃくちゃ綺麗。昼間からライトつけてんだ。あ、なんか、ワンちゃん？かわいい。おじいちゃん。おじいちゃんなんだ。ほら、気持ちいい。ワンちゃんも普通にいるよ。素敵、ヨーロッパって感じする。ジェシー。ああ、どうも。こんにちは。マルタでか。なんだここ、ティプシービソンバイソン銃のとこ。朝飯食ってるか。あ、いらない。レストランか。マリアは奥だ。うわ、何、楽しい。どれよ。めっちゃ人多い。待ってたのよ。こんにちは。セスがあなたと話したいって。私は頑固親父と話す気ない。聞いてあげて。頑固親父なの。わかった。セス、あ、セス来て。最低。セス、なんか持ってる。ああ、その昨夜はちょっとばかり飲みすぎちゃって。だろうね。うん。これでも謝ろうとしてんだ。ディーナと巡回に出るって聞いてな。そこでサンドイッチ作ったんだ。お、嬉しい。あ、そう。ステーキ入り。めっちゃ豪華。ありがとうセス。サンドイッチ。ああ、そう。うん。気をつけろよ。感謝するわ。うん、それなんだよ。おっさんのサンドイッチ。絶対美味しいよ。いい匂い。あげる。マジで。マジで。外まで送る。いただき。サンドイッチ貴重じゃないの？絶対美味しいけどね、あれ。エッグミルクブレッド。へえ。向こうでトミーとジョエルと交代して、二人ともしばらく戻ってないし。合流場所は？北西の監視所よ。午後には到着するはず。気をつけてね。近頃感染者の目撃情報が多いし。感染者ね。分かってる。じゃあ登山道の巡回は他のやつに任せるよ。雪キラキラ輝いてる。行ったことある？あんまり。ディーナは慣れてる。アウアリトルデイケア。保育士？保育園か。へえー、すごい。エリー、ロスト&ファウンド。ちょっと話せる？お、なんだい？ジョエルとうまくいってないみたいだけど。マリア。ジョエルは心配してるの。決してあの人はあなたを。うん、平気だって。本当に？うん。そう。なら、いいんだけど。人間関係がいろいろと。気をつけて。どうも。複雑だね。おい、ディーナ。公園もある。ちょっと待って。ディーナ。お前の彼女、厩舎に連れてこいよ。やめてよ。ねえ、ディーナ。ちょっと話せる？ごめん、みんな、もう行かなきゃ。いつ戻るの？これがディーナか。どうも。どうも。あのさ、昨夜はあんな風に消えたりしてごめん。あ、別にいいの、気持ちはわかる、うん、私も。後悔してるんだ。なんで？そもそも、私が誘ったわけだし。うん、それに何もあんな大勢の前でキスしなくったって酔ってたんだし、いいよ。だとしてもあなたに変な深読みとかしてないから平気。ただ本当エリーって話遮るの好きだよね。あのさ、もうそろそろ行かないと。いった、ちょっと何私関係ないでしょ。ビビってんの弱虫。あいつマジムカつく。ボッコボコにしちゃう。うん、する。するんかい。
受けてなんかみんな仲いいね。さっさと逃げない。うわやっべ。ほら急に始まったぞ。行け。どこだ。おいた。暗いな。もうみんな隠れるのうま。おおそこがいたぞ。行け。痛かった。ざまみろ。登れる。すごい。よし、上めっちゃ有利じゃん。さっさと隠れたら。おお、めっちゃいるぞ。よし。これでも食らえ。いた。絶対スカッシュしてやる。覚えてな。よし。狙おうこの人。よいしょ。よしよしよし。パパとママに言いつけるよ。うわった。アレックス。いた。いた。どこだ。見えてるよ。うわ、ここか。よいしょ。うわ。やられないわ。どうじゃな。めっちゃ近くにしちゃった。絶対勝つからね。髪に浮きついてるよ。雪でも食べてな。楽しそう。ずるい。なかった？うわ！助けて！うわ、やられてる！助けてあげよう。人気者じゃん。私たちは仕事があるの。うせな。自業自得ってやつ？みんなどっか行った。ディーナ。ディーナはただの友達でノリでキスしたの？それとも恋愛関係があんの？それでジェシーが登山道に行けってさ。あいつはジョエルたちと交代。え、一緒にしてくれたんだね。いいルート。おはようさん。おはよう。空気美味しそう。今連れてくるよ。ありがとう。うま。うわ、うま小屋。うわ、立派だね馬たちも。これに乗るの？あれ？あ、この人か。よし、いい子だ。お、来たな。おはよう。おいで。うわぁ。かっこいい。普通に馬乗れるのってかっこいいよね。キラリ元気？キラリ。日本っぽい。やっとお出ましか。お、待ってたんじゃない？だいぶ。プレゼント。銃が立派だ。お前にも。ゲートを開けろ。で、こっからなんか怖くなる。いいか。いつも通りだ。いつも通り。担当区域の西に記帳して感染者がいたら倒す。厄介な状況に出くわしたら。はい。帰還しろ。はい、身長第一だ。わかりました。出発だ。待って、どんな感じで出てくるかわかんないから怖っ。あ、でも笑顔振りまいてるな。じゃあきっと大丈夫だね。はいよ。うわー、行ってきます。あ、みんないろんな方向に行ってった。なんだ、あの棒だけ、棒があったからか。初めてラストオブアスやったけど、すごく面白くて最高だったね。じゃあ最後に一言。また次の動画も見てね。じゃあ、またねー。